ガソリンは一切使いません。こちら先ほど水道から汲んできた普通の水なんですけども、この車水で走るということですので早速入れてみたいと思います。ご覧の通りエンジンは何事もなく快調に回っています。排気ガスもほとんどがただの水蒸気、地球温暖化の原因となる二酸化炭素は全く含まれていません。今日国土交通省の大臣認定を受け、一般の道路で試験的に走ることができる車検証を受けました。この車一体どういう仕組みなのか。車検証では燃料は圧縮水素となっています。大手自動車メーカーも開発を進めている水素自動車の一つですが、大きな違いがあります。それが水です。エンジンは市販の車を改造しました。まず送り込まれるのは水素です。点火して水素が燃えた直後、水を霧状に噴射します。水素が燃える熱で水は気化して水蒸気になり、爆発的に膨らみます。この力を動力として利用しようというのです。水を燃料にするというのが人類の夢だし、今でもそうだと思います。だからこれをまあ可能にした第一歩だと私は確信しております。水素と水で走るという新しい発想、こうした車が車検証を受けたのは初めてのことです。早速一般の道路での試験走行が行われました。会社側によりますと、満タンの水素タンクで走る距離は150キロ、スピードは時速180キロまで出ます。試験は2年間、国土交通省はこの間に得られたデータをもとに一般向けに量産化できるか検討することにしています。環境にも優しい車でも水素って危なくないんですか？気になりますね。で、国土交通省によりますと、このタンクの安全基準というのがあって、それは満たしているんだそうです。ただこれが実際に公の道を走るようになりますと、実用化することになると事故も考えられますよね。そういう場合の対策というのはこれからチェックして考えていくということだそうです。